こんばんは。マッスルトークです。マッスルグリルです。マッスルグリルです。マッスルグリルです。もうコメント欄、あ、なんこれ、後ろ。後ろ。夜景、気持ち悪いわ。なんで気持ち悪い？おっさん二人の背景、夜景って。夜景って感じでもないですね。夜景って感じじゃないですね。でも、かすかにスカイツリー見えてるんですよ、多分これね。そうっすよね。あの赤く。で 薄めで見るとこって。薄めで見るとなんすか？あ、見えたには。俺の顔も薄めで見ると長瀬智也になるんで。いやいやいや、ほんとに全然遺伝子がほとんどこうやって目つぶっちゃった。だいたい誰でも長瀬。だいたい長瀬になる。コメント欄でね、はい、こうマッスルグリルって関根は言わねえなって言うから、あ、今初めてマッスルグリルって言ったのに。確か初めてなの。初めてですか。井上さんはもう何にも聞いてくれない。テツノトもレベル200。レベル200。レベル200。やってることザコシショウと一緒だから。誇張、誇張テスト。誇張テストね。マッスルグリルですよ。マッスルグリル。言ってください、関根さん。どうマッスルグリル。いやいや、プライベートでやってますよ。今日もトレーニング終わって、はい、試合の人に、はい、関根さん、今日終わりですかって言ったら、はい、これからマッスルグリル。これからマッスルグリルって。YouTuber、YouTuber だから。YouTuber だから。へぇーって言ってました。へぇーって。たまいつ見てねえ。今日は明日でした、明日で。明日で、あ、うん、お疲れ様です、明日で。気持ちよかった。で、今日ね、うん、関根さんと。あ、そろっちゃった。気づかなかった。そろしたし、うん、なんならスタン・スミスも一緒だったし、靴下もほぼ一緒だったし、ね、そうこれ何これ。危ない危ない危ない。だんだん似てきちゃって、ブラザー色のパンツ履いてた、ね、そのうち大阪や大塚。大塚大阪じゃないですか、場所も。場所も。何なの、星ヒューマンのお姉ちゃんみたいな見方してる。何だっけ、星なんだっけ、お姉ちゃんだっけ、星なんだっけ、誰だっけ。なんかね、あと花形満でしたっけ。花形満とサモン豊作と、そう、まあ、世代じゃないからね。お姉ちゃんわかんない。でもこれだけ言うだけすごいですよね、世代じゃないのに。まあそうですね。俺のね、好きだったことの同じ名前だって言うかすんだよな。なんだっけな。どれだ、違うかな。まあまあいいや。シュレック。違う。星シュレック。シュレック。すごい打撃だからね。もう こういうパンチですよね。あのシュレックさんってこう殴んないですよね。こういうパンチですよね。あ、まあ、身長がね、大体自分よりでかいから。そうそう、ロシアン服的な。そうロシアン服さんね、はい、そうそう。危ないですもんね。今日は以上で。これから始まるから。あ、そうなんですか、はい、いいですか。じゃあいいですよ。今日もたくさんのお便りいただきましたので、はい、たくさんのシレックがね。同じ責任ですからね。そうそう、あ、同じ責任でフォローしてくれたんですよ。あ、そう、いや、それだからじゃ終わらないでしょ、別に。ほんとほんとほんと。で、はい、関根一族で関根さんが一番でかいですっつって。ああ、そうなんすか。ツイッターで絡んでくれたのが3、4年前、4年前。そうだったんすか。そうそう、お前の方ができよと思いながら。いやいや、なんでその言い方なんすか。嘘ですからね、関根さん、すいません、ほんとに。尊敬しております、いつもあの、はい、え、あの人もともとはおまわりさん。おまわりさんで、あれ、団体はディープ。ディープに出られたんだと思います、ね。うん、メガトン級とかなんかありましたよね。なんかそうですね、うん、で、ワンにも、ね、出られてましたしね。いつもあの試合とか追ってますから、本当に、はい、はい、いつもありがとうございます。ありがとうございます。本当にお世話になってます。お世話になってます、本当に、はい、じゃあいきます。行きましょう、行きましょう、はい、ペンネーム、パイナポーさん、はい、パイナポーさん、はい、うん、大阪府、26歳、男性です、うん、大阪行きたいですね。行きたい、うん、うん、筋トレにまつわる怖かったことなどありますか。かっこ事故や心霊系など、うん。心霊系って、筋トレにまつわる心霊系ってめっちゃ縛られません。心霊系、あ、だからあの、はい、あーって言ってこうトレーニングしてるじゃないですか、はい、ドリンク飲もうと思ったら俺のドリンクを知らないおじさんが飲んだとか。心霊すぎますよ。心霊じゃないですよ。勝手にタオル使ってるとか俺の。おっさんたまにいるんですよ。霊じゃないよ。そのおっさんが霊なら心霊系だけど。生きるかもしれない。生きるゴールドシムで殺めた。何があります。いや、心霊系は正直ないですけど、事故とかはありますよね、うん、まあ、あるっていうか自分に起きたものとかじゃなくても、例えば、うん、SNS とか見てると怪我系とか大胸筋断裂とか。あ、大胸筋断裂は怖くてあれ見れないんですけど。いや、ね、パチン、銃声みたいな音しますよ。いや、そうみたいですね。パチンってもう こうなるの分かるんですよ。いや、怖いっすね。怖い。だからトレーニングは本当俺もたまにビビ、それ見ちゃうと、はい、
その同じ下請けあるの怖いです。あ、でもそれいいらしいですね。あの車運転する人に教習所で事故の映像をわざと見せるみたいな、あ、ちょっとなんていう現象だったか忘れたけど、疑似体験みたいな。そう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 、多分そう、潜在的にじゃないけど、そういう怖い思いをさせておくとやっぱ自分が気をつけようと思うじゃないですか。あの筋トレの事故とかもやっぱそういうの見ると慎重になりますよね。あ、確かにちょっと身が引き締まりますよね。そうですよね。やだこの話、マジマジ普通の嫌な話でもみんなで怪我してほしくないしね。そう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 、はい、もちろんそうですよね、はい、あとあれ怖いのって言ったら、あれかこうトレーニング行くときにボトルあるじゃないですか、はい、でまあ、ボトル空で行くんですよ。空のボトル持ってくるじゃないですか。でトレーニング中の粉末とトレーニング後の粉末とトレーニング前の粉末って持ってくるじゃないですか、はい、でこう溶かすじゃないですか、うん、で最初に水入れてこう溶かして飲んだら間違いトレーニング後のやつ飲んじゃったあ、プロテイン飲んじゃったっつってすごい怖くないですか。順番間違えちゃったっつって怖いですね。でこう溶かしたらどうしようってなるシェイカー1個じゃないんですよ。そうですね、そうですね、おどうしようで俺は全部混ぜちゃうんですよ。え、俺は全部混ぜちゃう。混ぜちゃうんですか。もうそういう時は関根さんよくやってますよね。そう、もう全部ぐちゃぐちゃにしちゃう。全部混ぜくそまずいんだあ、そうなんですか。その時だってあれだもん、ほら、まあ、味のしないそういうプロテインとか間違えてる。ああ、そっか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 。よくね、ちゃんと持ってきてね、やってそうなんですよ。今度それを教えてほしいんですけど、関根さん何飲んでるのか。ああ、いいそういいそういいそう、もちろん、はい、もう俺もそれやってほしいわ。いっぱい飲んでしょ。プロレスあるみたいな本当だわ事故、あ、でも、はい、あれか、はい、大宮のゴールドジム、はい、大宮に住んでたんですよ、僕、大宮に住んでて。あ、大宮住んでたんですか。埼玉の大宮のね、北銀って、わかります？北銀って風俗街なんですよ。あー、昔、いたの、風俗街いたの違う、それ自己一番怖い話北銀に行ったんですか。村田さんと昔パトロールやった時に、はい、通ったかもしれない、そこ。あ、どっちは南銀かな。南銀は飲み屋の。南銀だ。南銀は飲み屋の。ああ、じゃあ、うん、じゃないわ、はい、南銀はキャバクラとかがある方で、北銀はもう抜きや。へえ、そうなんですか。本当にもうちゃんともうそういうところばいっぱい。へえ、うん、はいはい、はい、そこに住んでたんですよ。そうなんですか。そこの一角に。あ、そうなんだ。ワンルーム、新築のワンルームで、はい、大宮駅までに徒歩10分ぐらいで5万円ぐらい。あ、もう安い。安いですよね。多分1階だから、1階ね、なんか1階だけに1階だけ。ちょっとその話もう1回。こうなんか普通にこうやって、まあ、はい、これ普通に生活してたわけですよ、こうやって。はい、そしたらもうなんかここら辺にレクサスがファーって走ったんですよ。ミニチュアの？そう。俺の部屋にヤクザでもいいのかなと思って。ヤクザかなと。LS500。LS、そうそう。こんなでかいのが外から入ってきて。もう恐ろしい潰し方しましたよ。もうドンキの下火みたいな感じ。スマブラの。あれわかりますか？ドンキの下火。スマブラの。下火。コッパみじんにされましたよ、ね、カービィのストーンじゃないですか。カービィのストーンじゃない。じゃあこれ跳躍力ないから。これぐらいしてもらえ、これ。間に合わない、スタビーが。ブクブクできない、できない。間に合わない、スタビーが。いやー、1階はね、ありますよね。あります。俺もね、川口。やばそう。住んでて、うん、川口はやばそうだな。川口のね、しかも、青木って言って、うん、歩いたらね、25分ぐらいかかるところに住んだんですよ。うんうんうん、で、レオパレス。うん、家賃いくらだっけな。レオパレス92?92? いや、何もない、どうぞレオパレス何もない、どうぞ21だけど92って言ったのそういうことか。どうぞ、そういうことか。お願いします。家賃がよ、4万、家賃ね、確か4万8000とかだったから、うん、そんぐらいだった気がして、あ、5万か、うん、ほんとそんぐらい安くて、うん、安いですよね、隣中華料理だったんですよ。うわっ、はい、もう、レクサス展示場。展示場ですよね。通り道ですよ、レクサスもね。ETC ついてますかってね。みんな ETC ついてるから、どんどん入ってきちゃうかって。いやいや、横中華屋もやばいっすよ。だったんすよ。俺、ほんとダメなのよ。うん、ダメで、きつかったっすね。いや、横、飲食店のそばやばいっすよね。やばいっす。あ、何の話何の話あ、トレーニングか。トレーニング。で、大宮のゴールドか。ああ、で、はい、そうそうそう、まあ、スミスでこうやってこう、スミス、に重りをつけてスクワットをしてもらって、はい、まあ、60、100、140、はい、まあメインが4枚ちょっとかな、すごい、うん、まだ若いですよ、うん、まあ、若い時は本当結構重さに交差してたんで、はい、よしってパーンって外して、えいえいってこしゃがまけちゃう、えい、はい、はい、
終わったと思って、はい、って終わったらフックかかってなくて、そのままバーが下に落っこってきて、そのままその荒川静香みたいになっちゃって、荒川静香みたいになっちゃって、荒川静香で俺の速かった、稲葉は、稲葉は荒川静香ゆっくりですよね。俺180キロの重さが、あの荷重した稲葉はさ、そのもうスタッフさんが大丈夫ですかっつって、大丈夫ですかってスミスの方が欲しいとかってスミスに、そう、スミスに大丈夫ですか、俺は大丈夫、俺はっつってスミスのプレート外してるんですよ、俺はっつっていやそれは危ないわ。あ、それが筋トレで一番怖かった事故のうちの一個、はい、やっぱ服かかんないし、セーフティーやってなかったんですよ。あ、もうそれからセーフティーやるようになりました、まあはい、あそうですか、うん、セーフティー重要ですね、やっぱね、うん、すごい回りましたよ。え、もうバックドロップ状態ですよね。うん、なんだったらそのまま戻ったかもしれない、その一回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 それまたスカート始めるかもしれないそれ怖いわ。怖い、いや、ほんとね、気をつけなきゃ、特にだからやっぱ重いの重量扱ってる人は気をつけなきゃ。だってあの、岩川さん、パルモ岩川さんが、うん、あの指、知ってます？しゃぶっちゃったのしゃぶでタコできたの、タコできたの、うのめ、うのめ、うのめなんかね、だけどちょっとなんかポコって変な形してて、うん、なんか俺指変なんだよみたいなこと言ってて、うん、どうしたんですかって聞いたら、うん、多分スーパーアリーナ、うん、でショルダープレスか、うん、インクラインの、うん、あのダンベルプレスかわかんないですけど、うんうん、やってこうやって戻った時にだシートとダンベルの間に指挟んじゃったの、で、ほんと大流血であの救急車でっていう感じらしくて、で、あの取れなかったんですけど、やばかったらしいですよ。で、多分スーパーアリーナのゴールドではいまだにその伝説として受け継がれてるっていう、救急車来たみたいな。それで歯医者になったんですかね。歯医者、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 歯医者目指さない人だ外科医目指す。そうなんだ、はい、らしいですよ。いや、本当危ないですね、だからね。絶対セーフティーバーとかは最低限やったほうがいいです。ベンチとかスクワット、うん、絶対そこはそうです、ね、うん、やったほうがやったほうがいい、うん、お化けはあんまないっすよね。お化けはただでさえ俺ないのに、うん、ジムではないし、霊感がないですもんね。霊感もないし、自分がお化けだとしてジム行かなくないですか。行かない。ジムで心中したやつぐらいですね、今日ね。ジムで心中したやつやついないでしょ。鼻かなんかに家かなんか固めてちょっとこれ膨らまさない方がいい。俺はもういいと思うよ。膨らまないで、もう膨らまない、僕以上膨らまないでまだまだシェイクさんの話の方が膨らまない。え、今日こんなところシェイクさんに10分取ったんじゃない。シェイクさんに取った。サムネシュレッサーにしてください。俺じゃなくてここに入れ替えて入れ替えてそれはさすがにコラボしたと思います。そうそうそう、ついにコラボしたと思います。で、この後も多分2個ぐらい2、3個ちょっと読むんですけど、うん、ごめんなさい、今日まではちょっと裏ピースだったんですか。今裏ピース今34の男が裏ピースなんてやばいですよ。来週試合ですよ。試合終わった後こうやって離れてくださいよ。いや、やらないですよ。俺も他人の振りしてますからね。やばいですよ、そんな。あ、これ なんて言うんでしたっけ、これ。あれ、うん、なんか昔バブルの時に流行ったポーズありますよね。バブルじゃねえか。でもこんななんかラッパーっぽい感じじゃない。チェケラみたいな。チェケラみたいな。あ、なんかありましたね、ゲームで、こういうゲーム。白い犬でニット帽かぶってるやつ。パラパラッパ。そうそうそう、はい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 、それがこんなやってた気がする。やってましたね、やってましたね、うんうん、あのクラッシュバンディキューと2強ね。あ、プレステの一番最初のソフトで、うん、で俺はね、クラッシュバンディキュー欲しかったんですけど、うん、パラパラッパーが来ちゃって、うん、って思ったんですけど、うん、直後にクラッシュバンディキュー買って、うん、でもどっちも好き。で、最近やったら面白かった、パラパラッパー。俺やったことないです。やったことないですか、うん、あれリズムゲームなんですよ。おー、だからダンスダンスレボリューションとかの先駆けというか、あのね、プレステって丸三角四角×っていうコントロールじゃないですか。多分それの使い方覚えようね的な、プレイステーション啓蒙活動的なところもあったんだと思うんですよ。なるほどなるほどなるほど。そうで、丸が来た時に丸を押すみたいな。あ、こうやってか、こういうことね。そうです、そうです、そうです。あ、でもまあ俺ダンレボ上手いから。ダンレボ、あ、上手いですか。あの、はい、なんか姉ちゃんがシート持ってましたよ。あ、そうなんですか、うん、で、姉ちゃんはね、はい、こうやってちゃんとこうやってやるんですよ、こうやってやるんですよ。すこれ。でも俺はこうやってわかります、わかります。ツイスター。そう、ツイスター上、横下でこうやって見ながらこうやって矢印の方までこうやってやる。そう、なんでもやってましたね。姉ちゃんはちゃんと踊ってましたけど、俺はこうでした、ちゃんと。あ、今度、はい、あの水着ツイスターやりましょうよ。
水着ツイスター、あのあれブーメランパンツツイスター、それは、はい、俺と井上さんじゃんの、そう終わりだわだからもう視聴者の層が本当変わっちゃうからどんどんおじさんばっかになっちゃう1万人減って200人増える、うん、あ、そうそうそう5歩下がってます3歩進んで5歩下がってますやめよう、まあ、でもなんかゲーセンとかに行きたいですね、なんか面白いこと、うん、いいですね、変わったことしたい、うん、こんなもんこのところですかね、はい、はい、今日もご視聴いただきありがとうございます、ありがとうございました、はい、バイバーイ。